はい、どうもこんにちは、水ニャンです。もし、良ければですね、高評価、そして、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。ということで、まあ本日のですね、まあ動画なんですけれども、まああともう少しで、まあ衆議院選挙の、まあ、公示日を迎えるということで、まあ我々ですね、まあ NHK 党の、立花孝志さんは、まあどうなるのかというようなね、話をしていきたいなと思います。で、まあ、次期衆議院選挙なんですけれども、まあ、今のところですね、まあ、NHK 党からはですね、30数名、まあ、立候補すると、まあ、いうことなんですね。まあ、30数名、まあ、立候補する。まあまあね、まあ、多いです。で、まあ、小選挙区の方もですね、まあ、結構立てる、ね、みたいで、まあ、比例もですね、まあ、ちょこちょこと、まあ、いうことで。でですね、まあ、その NHK 党というのは、まあ、国政政党で、ございますから、まあ、票がですね、まあ、入れば、その分ですね、まあ、政党助成金を、まあ、受け取ることが、できると、まあ、いうこともあって、で、NHK 党をですね、まあ、頑張って、まあ、候補をね、まあ、擁立してると、まあ、いう感じなんですけれども、まあ、ちょっとですね、まあ、気がかりなのが、まあ、その参議院選挙が終わった後にですね、まあ、立花孝志さんが、まあ、動画で、ね、呼びかけていました。まあ、借入れ金の件ですよ。で、このね、まあそう、借入金の件、今ですね、まあ残高がこう、どれだけあるのか、これに関してはちょっとね、わからないところもあるんですけれども、まあこう、次期衆議院選挙ですね、まあ NHK 党、まあこれ大変ね、悲惨な結果に今なるんじゃないかと、いうふうにですね、まあ今、僕含めて、こう、巷ではですね、まあ言われてます。で、まあ、現職の衆議院議員だった丸山穂高さんはですね、まあ、次期衆議院選挙に立候補されないで、まあ、そのままですね、まあ、政界を引退するんじゃないかということに今なっているわけなんですけれども、まあ、本当ね、まあ、丸山穂高さんに関しては、まあ、ここでですね、まあ、NHK 党公認で、まあ、選挙にこう立候補したとしても、まあ、惨敗するだけなので、まあ、いいね、まあ、引き際というか、まあね、万説を濁さない、まあ形になったんではないかなと。まあ NHK 党にね、まあ移った時点で、まあその万説を濁したって、まあいうふうに言われてもまあ過言ではないんだけれども。ただまあ引き際としてはですね、まあ最高な結果になったんじゃないかなと思います。で、まあそんな中でですね、まあ NHK 党、まあ現段階でまあ次期衆議院選挙獲得予想議席はですね、ゼロでございます。で、まあ、2019年のですね、参議院選挙で、まあ、その NHK と同じぐらい、こう、勢いがあった、まあ、令和新選組の方なんですけれども、まあ、今のところですね、まあ、獲得予想議席が、まあ、1か2と、言われていますね。まあ、小選挙区では、まあ、厳しい。まあ、比例ではですね、まあ、その東京近畿でいちいち、こう、取れるかどうか、それがちょっとですね、まあ、微妙な情勢となってます。まあ、山本太郎さんがですね、まあ、どこの選挙区で、まあ、その小選挙区で、ま、出馬されるかによって、まあ、またですね、大きく、ま、変わってくるのが、ま、令和新選組なんですけれども、まあ、その NHK 党に関してはですね、まあ、いくらその候補をね、擁立したとしても、まあ、土泡沫と、言われても、こう、過言じゃないような、ま、結果になると。まあ、一応ですね、まあ、形上はね、国政政党だから、まあ、党首討論とかね、まあ、その、テレビで、立花さん、まあ、呼ばれたりとかするんですけれども、まあ、ネット上では、まあ、そう、存在感がある程度あったとしても、ただ、まあ、そう、巷の人たちからすれば、まあ、NHK と、なんやそれ、みたいな、感じになっちゃうわけですよね。で、まあ、NHK 党ってですね、まあ、組織がないわけですよ。まあ、これが、結局ね、まあ、その、支持率、まあ、1% 未満の政党の中でも、まあ、そう、国民民主党とかっていうのはね、まあ一応労働組合がバックについていたりとかして、で、あとまあ小選挙区にこう強いね、まあその立候補者の方もいらっしゃったりとかする。まあ立候補予定者の方もいらっしゃったりとかする。まあということでね、まあそれなりにまあ議席は取ることできる。で、社民党に関してもですね、まあ社民党一応ですね、まあ野党共闘のまあ一角ということでですね、まあそう候補者調整とかをまあ行って、でまあなんとかですね、まあ1議席ぐらいは取るんじゃないかと。ただですね、まあ、NHK 党に関しては、まあ、諸派党構想といってですね、まあ、いろんな政治団体をまあ集めて、で、それでまあ、NHK 党のこう看板をですね、まあ、その、使って、で、みんなにこう、立候補してもらって、で、それで一票でも、まあ、多くですね、まあ、獲得をして、で、そうすれば政党助成金がこう、1円でも多く入るぜ、ヒャッハーみたいな、まあ、ことなんで、まあ、言ってしまえばですね、まあ、その、
そんなになんか票を取れるような、まあそのなんだろう、なんかその政治団体とかをまあその集めて、でまあその右往の衆みたいな感じで、まあ立候補したところで結局まあ有権者からしたらまあ見向きもされないと、まあいうようなまあことで、まあ結局ですね、まあ悲惨な結果にこうなって、でまあ NHK 党としては頑張ってこうね借入金返済しなきゃいけないわけですから、まあこうやって国政政党の時にですね、国政政党としてまあ頑張ってですね、まあ選挙戦戦って1円でも政党助成金をね手に入れて、で借入金の返済にこう回していかなきゃね、まあ結局最終的にはまあ破産してしまうということになるんで、まあ今回のね、まあ衆議院選挙をまあ一生懸命こうやろうみたいな感じでね、まあやってるんですけれども、まああんまりですね、まあその諸派党構想ね、まあ戦略としてはまあそのあんまり意味がないというような形になるんじゃないかと。まあそんな中でですね、まあその昨日のまあ党首討論だったかな、でそちらの方でですね、まあちょっとテレビの党首討論でまあ存在感を示していたと、まあ言われているのがですね、まあ NHK 党と、まあ山本太郎さんなんですけれども、まあそれただこうなんかネット上だけでね、こうわー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 こう騒がれてる、まあ話なんですよ。まあその結局ね、まあその日本の国債の話でですね、まあ山本太郎さん、まあそしてまあ立花孝志さんが、まあそうね、二人ともまあ意見がこうなんか合致していて、まあそこでなんかその令和新派とか、で、あとまあその反緊縮系のまあ人とかから、お、なんかだいぶいいこと言ってんじゃん、みたいなことってね、まあ言われてるんですけれども、まあそもそもですね、まあそのコロナにおいてのまあ経済対策ですよね。まあそのコロナ禍におけるこう経済対策っていうのがまあ今回のですね、まあその衆議院選挙のこう大きなこう争点にまあなってくるんですけれども、まあそうなった時にですね、まあその反緊縮的なこう人たちの意見、まあだいぶこれわかるんですよ。確かにまあそのね、日本の国債っていうのは、それはまああの我々国民の借金になるのかって言ったら、まあ実質まあそうではないって。で、まあ国の借金っていうのは我々こう国民の借金なのかって言われたら、まあそれは認識が違うよねって、まあ非常にごもっともな話だし、まあ例えばそう令和新選組の、まあそのね、山本太郎さんが言ってる、なんかお金こうじゃん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 こうすればいいじゃんっていうのは、まあそのね、わからなくはない、まあ、話なんだけれども、まあ結局ね、まあそのそれだけで、まあそのに、じゃあ人気取れましたって、じゃあ票につながります、じゃあ選挙で勝てますかって言ったら、まあそうではないということだし、まあやっぱりね、NHK 党っていうのはね、まあ結局の話、まあ立花孝志さんの、まあワンマン政党っていうのは、まあこれは間違いない話なんですけれども、かといえば立花孝志さんが、まあ同様にそのイメージを下げてしまってるっていうところもあって、で、立花孝志さん抜きだと、まあ余計存在感なくなるけど、立花孝志さんがいたらいたで、まあ結局、やばいよねっていうことで、まあだいぶですね、まあ板挟み状態になって、で、まあ今ズー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 こう来てるような、まあ感じにこうなっているわけなんですよ。で、まあそうぶっちゃけですね、まあ衆議院選挙も NHK 党、まあ今のところのこう情勢予測だとまあゼロだと言われてるんですけれども、まあ正直言ってですね、まあこれはまあ仕方がないというふうに思います。やっぱなんでかっていうと、まあそう国民がですね、まあ今こうやっぱ政策のこう争点っていうか選挙の争点にしてるのって、まあそう NHK ってやっぱ優先順位がだいぶも下の方なんですね。で、まあそう2019年のまあ参議院選挙のまあ時みたいに、まあ結局なんかこう面白半分で、じゃあその投票しようみたいないうのって、まあなかなかやっぱ通用しないわけですよ。まあ特にこうコロナ禍で、まあみんなこう生活がこう大変で、じゃあこれからこう本当になんか日本将来どうなるんだろうって、今自分のこう現実生活どうなるんだろうっていうところであたふたしてて、で、そこでなんか、面白半分で、じゃあこいつ入れようぜ、みたいな、そういうなんか、軽いノリみたいな、なんかそういうものって、なんかなかなかね、こう、今、難しい状況で、まあそう、なんだろう、真剣にこう、自分たちのこう、生活を考えてる、まあ、有権者が多い中で、じゃあ NHK 党入れましょうってなるかって言ったら、まあそうならないよねっていうような、まあ自然な話になってると。で、まあやっぱりですね、まあその NHK 党っていうのは、まあ NHK 問題を、じゃあその看板にこう掲げて、で、それでまあ NHK の集金人のまあ問題とか解決しようよっていうことでまあやってるんですけど、まあやっぱりこう衆議院選挙っていうのはね、まあ結局なんかその全国比例とかじゃなくて、まあその比例代表って言っても、まあ各地域、各まあ地方でね、こうブロック別でこうやっていくものもあるんで、参議院選挙のこう全国比例みたいにそう簡単にこううまくはいかないということですね。
まあ、ただですね、今のこう NHK 党の勢いをまあ見てると、まあ、そのまたね、次のこう参議院選挙、まあ、あるんですけれども、次の参議院選挙でも、まあ、そんな多分票はまあ取れないだろうし、まあ、その立花孝志さんが考えるこうは、まあ、借入金の返済計画っていうのは、まあ、だいぶその僕はね、破綻するんじゃないかなっていうふうに感じてます。はい。まあ、そんな感じで、まあ、本日の動画なんですけれども、まあ、その NHK 党絡みに関しては衆議院選挙ね、ちょっと追っていきたいなと思ってますんで、皆さん、ご期待ください。ということで、以上、水ギャンでした。じゃあね。